ここで右後ろ奥の岩を見てくださいね。カエル岩ですよ。カエルね。またね、こうやって下る間にね、川沿いに、川沿いね、タイミングさえ良ければ、左は油断しちゃダメですよ。簡単に言うと大体50尺ぐらいですね。今ちょうどね
朝日の当たってくるところね。で、朝日という名前がね、付けられてるのね。Thank you.
ゃあここが鵜飼の浜ね、昔清和天皇がこの辺りで鵜飼狩り楽しまれたところね。ここはね、この大津川で一番岩錦きれいなところになります。岩錦って言ったら大体ね9割の方ね、左側の岩錦にある。僕の言ってるの右側見てきっちり通ってるし、きれいです。見ておいてね。あいらね、全部後ろ。後ろの船頭さんがお船の舵になるので、川の上のコースは全部後ろで撮ってます。前の時はもうエンジンやと思ってくださいね。